繰り返しになるかもしれませんが、なぜレオナルド・ダ・ヴィンチはこのようなことをしたのでしょう。当時のカトリック的な宗教観とは違う宗教観を持っていたからでしょうか。カトリック的な宗教観では男12人の使徒でなければならないためなのか、大ヤコブ驚いているのはキリストとこの女性を見て驚いている仕掛け、見事ですね。あのままでは大ヤコブのポーズはおかしかったのです。この女性が私たち12人の弟子よりも大切なのですか、という驚きのポーズという意味で見れば辻褄が合います。一本指を立てているのは大ヤコブでなければならないのです。ではこの女性は誰なのでしょうか。私は宗教を全くと言って良いほど知りません。ましてカトリックだとかプロテスタントなど全く知りません。聖書など読んだこともありません。旧約聖書も新約聖書も見たこともない。にわか仕込みでいろいろ調べてはみましたが、よくわからないことばかりです。しかしながら、やはりマグダラのマリア説は説得力がありますね。ただし、ダン・ブラウンのダ・ヴィンチコードの解析では甘すぎますね。この人物が紛れもなく女性であるというレオナルド・ダ・ヴィンチの証明が必要なのです。今回の直接的表現で証明できたのです。レオナルド・ダ・ヴィンチ神秘的みたいなもので、カモフラージュされていたのかもしれません。案外論理的、直接的表現だったのです。そう考えれば、ダン・ブラウンのダ・ヴィンチコードの解析ではお子様レベルです。私の証明方法で、あからさまに証明できたではないでしょうか。私の証明は正しいと自負します。彼の小説の中に登場するラングドン博士は象徴学者だそうですが、所詮その人がどう感じるかどうかだけの話です。エッフェル塔を見て男性の象徴だとか、それで全て説明するのなら都市伝説と変わりないです。最後の晩餐の V 字型の構図が聖杯だとか女性の象徴だとか、私にはこじつけにしか思えません。お子様レベルなので、教授はミッキーマウスの時計が好きなのでしょう。